ングの話ですよね。そうですね、そこがこうできているかどうかがチームのまあ生命線というかこうリズムを占う上でも重要なところだと思います。はい、このシュートは入りません。タップスコット1対1、ボールを動かしてのシュートに行きました中村。はい、ああいうボールの突き方だったりとかっていうのは非常に心得てますよね。あ、外から中村決めていきました。モサクだったり山口もあのプッシュできますんで、はい、ここは前にボールを送っていきました。モサク今日2本目スリーポイント、いいですね。茨城ボールになります。ラストスポット、ここは打ちません。山口、そして中村、もう1回いきます。これが決まる。いやー、今シーズンはバイスキャプテンも任されている中村航平です。あの茨城のアンドリス・ベッチヘッドコーチもあの前節のシュート入らなかった ところもネガティブに捉えずに、はい、しっかり名古屋がスイッチの対応でしっかり止めますよね。外から外は山口決めていきました。いや、伝染してますね茨城は。山口から一旦戻してタップスコット、ケネディ、ケネディも外からだ、これも決まります。ですよね、今少し調子に乗ってますんで、はい、まあ、先ほどあのプレスかけてきましたけれども、そのディフェンスの部分でいうとこの FE 名古屋どうですか。もっと決めていきました。第2クォーターも外からシュートを打っていくか。ケネディ空いた1人かわしてのシュートか、いや、ケネディが3ポイント決めていきます。前節も入り出したら止まらなかったです。さあ、モサクからインサイド、アンダーフロントにボールが入っていきました。シュートセレクションはしっかり作ってますよね。いや、もうこれを逆に打たなかったら怒られるだろうシュートですから、ね、はい、はい、あ、ここを決めていきました。タップトップです。山口、このセカンドチャンス、先ほどからあの茨城が全て取ってますんで、なんとか名古屋取りたいですね。そうですね、はい、タップトップ決めていきました。ジェレミー・ジョーンズとのマッチアップです。インサイド入ってくる、これがタップソットの強み。フェイクを入れながら逆サイドを狙っていきます。山口ドライブ決めていった。さあ、スピードを上げていく、自分で行きますが、ここは一旦下げます。スリーポイントを狙ってくる、これが決まりました。いや、本当に止まらないですね。ですね、そうですね、貢献してますので、ちょっと注目したいですね。ケネディ一人かわしてインサイドをダンクに行く、これをブロックされましたが、もう一回自分で押し込んでいきました。ここら辺のレンジャーシューターは必ず決めますからね。ですね、はい、なんとかついていくなり、スロアのディフェンスがスイッチするなりとかですね。はい、ショーマラから外、これもミスを、おっとブロックされます。ショットクロック、時間がない中での攻撃になりますが、中村航平自分で持っていった。さあ、鶴巻、ケネディディープスリーだー、決めていきました。これはチームにとっても大きいですね。スリーダーのディフェンスがちょっと下がり気味ですので、はい、ボールマンとして背中でディフェンスを背負いながら、こう何を できるか何をすべきかっていうのを状況判断できる時間がある。なかなかリングに近寄らせてくれないが、おっと左手うまい使い方だ。いや、中村航平いいプレーでしたね、あの茨城の。いや、ジョーンズいいディフェンスですね。ケネディのスリーポイント、リバウンド、あ、これ中村抑えました、ね、タップコットスリーポイント。名古屋はもうすでにチームファウルが5つを超えています。インサイド、ここはマクラント、いいですよ、ケネディが不敵になって、はい、実に2点を決めてきます。ケネディ外、タップスコット回す、中村航平決めてきた。よく決めましたね。よく決めました。